扇の山は、兵庫県と鳥取県にまたがる山で、標高 1309.9 メートル。関西百名山や日本300名山に選ばれている。中国、近畿地方の代表的な火山の一つで、山麓には湯村温泉や岩江温泉がある。西日本では、山スキーの人気地の一つでもある。大山と並ぶ鳥取県の火山の両横綱とされており、中国、近畿地方の代表的な火山である。鳥取平野西部からよく見える山であるとともに、日本海に近い鉱山でかつては航海の目印にもされていた。山頂には二等三角点、扇の山がある。十数万年前まで何度か活動した火山で、噴出した溶岩による大地地形がまだ浸食が進んでいない。そのため山頂からはなだらかな山容で四方には様々な高原が広がっている。これらの高原は農業やレジャーの地になっているほか、なだらかで雪が多いことから西日本の山スキーの名所の一つになっている。高原地帯の平原部は著しい浸食があり、各地で険しい断崖や峡谷を形成し、様々な滝がある。雨滝、諸鹿川渓谷などがその典型である。一帯は、氷の山跡や山名山国定公園の北の端をなしている。扇の山は、鳥取平野から見える代表的な鉱山である。鳥取県側から見た扇の山の山容は、山頂からなだらかな尾根筋が南北両翼に連なっており、扇を広げた姿に見立ててこの名がついたと考えられている。古くは、扇仙、仙岳などの異表記がある。東の兵庫県側からは、山容は見えず、主に畑が平と呼ばれていた。大山火山系に分類され、第3期の終わり、おおむね先進余から第4期の後進余にかけて何度も活動した火山である。珍しいタイプの火山で、もともと中心余に形成された緑色凝灰岩を中心とする堆積岩による古い中国山地があり、これが標高600から700メートルまで浸食されて低地性の山地を形成していたところを先進余にこの基盤を突き破って火山活動が起きた。この時形成されたのは主に流紋岩や安山岩である。火山活動が始まった時期については、放射年代測定は得られていないものの、古い溶岩の時期や他の火山灰層との上限関係に基づいて推定されており、少なくとも73万年前より以前であると考えられている。また、同様の手法で火山活動の周期は十数万年前とされている。この間、断続的に十数回の噴火を繰り返した。噴出源は今の県境に沿って移動しており、厳密には複数の単成火山からなる飛散群である。それぞれの火口から流れ出た溶岩は古くに形成されていた浸食国を埋め、山全体として緩やかな斜面を形成した。火山活動は大きく3期に分けられており、凝灰岩の角礫と後進余の噴火による玄武岩や安山岩が層をなしている。山頂付近には穴ヶ原と呼ばれる窪地地形があり、かつての火口と考えられている。火山活動の一期には、主に玄武岩質安山岩の溶岩を噴出し、若狭町のくるみ野川にある、屏風岩はこの時できたものである。一期の後期には、玄武岩質の溶岩の流出が少なくとも5度に渡ってあった。この時の岩は、袋川上流の雨滝周りの渓谷で露頭を形成している。一期と二期の間には、優位な河川浸食が認められており、2期には北西方向や南方向へ溶岩流が進出した。この後大山の火山灰層を挟んで3期の溶岩流があり、これが上山高原、畑が平高原、河合国高原、甲留野高原といった平坦部を形成した。これらの溶岩台地は火山地形としては比較的新しく、浸食されずに原型がよく残されている。特に標高800メートル以上では、浸食がまだ進んでおらず、火山砕屑岩が見られ、四方になだらかな溶岩台地が残っていて、高原状になっている。平坦部には、大山由来の火山灰が堆積して、黒木土壌になっており、植生が豊かで、一部は耕作地として利用されている。特に全般的に急斜面地の多い鳥取県の中では、川郷国高原は県内一、二の広さを持つ高原である。これらの高原の辺縁部は解析が進んでいて、大きな滝をいくつも作り、深い V 字渓谷が形成されている。火山活動の末期には、各火口の周囲で、スコリや火山礫などの噴出物が降り積もって砕屑丘が形成された。山頂北側の大津っ子、小津っ子、上山高原の上山、甲乙女の高原北端の円錐台形の小山などがこれにあたる。また、山頂そのものは、一期より以前の鳥越火災岩層と呼ばれる第三期の将来層群の一種でできており、扇の山の火山帯ではない。火山としては、かつては盾状火山ないし、金状火山に分類されていた。また、最後に噴火したのは、約40万年前とされており、死火山に分類されていたが、近年は、こうした用語、分類自体が用いられない。扇の山を源流とする川には、鳥取県側では、千代川の支流袋川、蒲生川、兵庫県側では、岸田川などがある。南西山麓の若狭町角屋では翡翠を産する。寒の湿原は、扇の山の北西山麓にある、水苔中心の湿原で、天然記念物に指定されている。南と北には、千代川の支流による、浸食国があるが、寒の湿原のあたりは、標高400メートル前後の台地となって、浸食に取り残されている。湿原はその台地の中央付近の窪地上の一帯に、ある。湿原の地層は、厚さ5メートル超の泥炭層と大山火山灰層が積み重なっていて、5メートルの泥炭層に含まれる花粉の分析から、この辺りの過去1万年間の気候変動を知る手がかりになる。山の誕生後、気候変動や大山の噴火によって環境が大きく変わった。また、標高が高い高原や険しい谷、湿原、滝など多様な環境である。氷河時代の生き残りと見られる、寒地生植物が見られるほか、滝が多く、滝周辺に特有の植物群落が多く見られる。全山で千島笹が茂っているほか、鳥取県内では唯一北方製の滝島蘭が自生している。標高の高い部分では、湿地性の座禅層、山陰白金層などが分布する。中でも、岸田川源流の滝や雨滝一帯に自生する。田島田村層は1919年に新種とされた。このほか、水虎の動け、丸葉万作、朝倉山椒、山朝倉山椒なども扇の山一帯を特産とする植物である。分布学上の顕著なものは、横浅両ヶ瀬、赤浦川岩竹、岩竹など、樹皮や岩石のつく地類や柳ごけなどである。自然林では、ブナ、カエデ類、水なら、杉が残されている。明治以降の開発によって、ブナ林は大きく損なわれたが、南斜面の標高が高い部分には、ブナの原始林がある。このほか渓谷部ではトチノキ、ホオノキ、沢ぐるみ、カツラ、イタヤカエデが自然林を形成している。川郷国高原などでは、開墾によって自然林が失われたが、今はブナの植林が行われている。兵庫県側では道路の開削が進み、原生林は畑が平高原の一部にしか残されていない。このほか、ウド、ギボウシ、フキ、ゼンマイ、ワラビ、スズの子などの山野草が自生し、春の山菜採取地にもなっている。扇の山の一帯は、ツキノワグマ、ヤマネなどの野生哺乳類、イヌワシ、クマタカ、オオタカなどの猛禽類、大紫や岐阜蝶といった希少な鳥類などの生息地になっている。川には箱根山椒魚や飛騨山椒魚が生息。大部分のエリアが氷の山跡山柳山国定公園に指定されていて、同公園の北限域になっている。谷が深く繁茂する千島笹に阻まれて、かつては冬の雪山登山しか不可能だった。また、交通が不便で、ヒュッテなども整備されておらず、宣伝もされていなかった。一方、近くの氷の山の方は、大山に次ぐ鳥取県、第2位の標高がありながら、登りやすい山で広く宣伝されていた。こうしたことも、扇の山の夏季登山が行われなかった理由になっていた。一方、中国、近畿地方でも特に雪が多く、西日本の山スキー愛好家にとってはシーズン早くからシーズンの終わりまでスキーを楽しめる山スキーのメッカとなっていた。今は標高900メートル付近まで車道が整備され、そこから1時間余りで山頂に到達できる登山道がいくつも整備されている。なだらかな斜面のため様々な登山路がある。主要なルートは北の川郷国高原経由で中国自然歩道になっている。川郷国高原には水との触れ合い広場が設けられており、ここから約1時間で山頂に至る。山頂には1994年に木造2階建ての避難小屋が建てられた。この小屋の2階からは、妙見山、八伏山、氷の山、東山、沖の山を一望し、西には泰山を見ることができる。北は日本海、西は鳥取平野を望み、東は岸田川の渓谷を見下ろす。扇の山はこの一帯で最も雪が多い。1956年の大和高原によれば、例年11月上旬に初雪があり、12月中旬から十分な積雪が得られる。その後、4月いっぱいか、雪が多い年であれば5月中もスキーができたという。山頂からは、なだらかな斜面が続いており、長いコースでは山麓まで、平均12度ほどの傾斜が数キロも続く。また、標高1200メートル以上の山頂近辺だけでも平均17度のゲレンデとなり、暗部で自然停止できるほどの広さがある。ただし、谷部には急峻な断崖があるためコースを誤ると極めて危険である。兵庫県側の上山高原、鳥取県側の川郷国高原が特に山スキーの地として知られている。ありがとうございます。